はい、ネイルドットコムです。こちらのスカルプチャージェル、こちらオラックさんが出しているジェリージェル、こちらどちらも長さ出しをするためにすごく固めのジェルになっています。こちらのネイル工房さんのスカルプチャージェルなんですけれども、こちらに関しては、アセトンで簡単にオフができますということでホームページの方に書いてありました。オラックさんの方なんですけれども、こちらもセミハードタイプということで記載があったので、これも、セミハードということはアセトンでオフができるものになっていると思います。では今日はこちらの2種類のスカルプチャージェル、アセトンにつけてどのぐらい落ちるのか、ちょっとねやっていきたいと思います。フォーム、こちらは UR シュガーを購入した時についていたデュアルフォームです。こちらのデュアルフォームに同じぐらいの厚みで、爪を1枚作って、それをアルミホイルの中に入れてどのぐらい柔らかくなるのかとか見ていきたいなと思います。ではね、まずはこちら、ネイル工房さんのスカルプチャージェルですね、こちらからやっていきたいと思います。前回よりも多めに取りました。でこれを、デュアルフォームに入れます。これね本当にねちょっとねネバッとしてて正直すごく扱いにくいです。で、エタノールを含ませた筆で慣らしていきます。ちょっとバブルが目立つんですけれども、やっぱりねこう取り出す時にここからぐるぐるぐるって持ち上げたりとかしてるので、バブルが正直こう入れる時にできやすいのかなっていう風にはね感じるんですけれども、まあ、ちょっと厚み的には今結構いい感じの厚みだと思うので、この状態でライトに入れて硬化をしていきます。今合計で40秒硬化させました。やっぱりね多分ねこのジェルの特徴として結構柔らかいのかなと思うんですけど、前回よりも少しこの方が見やすいかな。これをこう曲げてあげると結構グニャグニャ曲がるんですよ。ほら、これをデュアルフォームから剥がして、未硬化ジェルが残ってるので未硬化ジェルはコットンで拭き取ります。次はこちらオラックさんのジェリージェル、これは本当にこうスパッと切れる感じで取れるので、すごく非常に扱いやすい硬さのあるジェル、これで本当にアセトンでオフできたらもう本当最高っていう感じですよね。こんなもんかな、わかりますかね、全く動かないんですよ、こう力を入れても。そのぐらい強度がとにかくすごいですね。で今回まだ20秒しか硬化をしてないので、ここからねプラス20秒今から硬化していきます。拭き取ったらここのサイドからこんな感じでね簡単に外すことができます。ネイル工房さんのスカルプチャージェルと並べてみるとよくわかると思うんですけれども、こっちの方が乳白色な感じになっていて、こっちは結構クリア感が強いものになっています。厚み自体はこんな感じで同じぐらいの厚みに揃えてあります。こちらですね、こちら爪の大きさにカットしてあるコットンです。こちらを、まず脱片ディッシュの中に入れます。均等アセトンの量がなるように4枚同時にこんな感じでアセトンを入れて、ピンセットでねちょっと全体にアセトンが行き渡るように混ぜます。これを、爪の上に置いていきます。結構ねロングに作ってあるのでこう2枚ずつ置いていきます。できたらこれをから10分間やっていきたいと思います。はい、10分経ちました。では、どちらも開けてみましょう。こっちが、まずオラックさんの方ですね。特に変化は、さっきよりも本当に若干ふにゃふにゃってするかなっていう感じですね。こちらがネイル工房さんのスカルプチャージェルです。いやこっちはねでもね歌ってるぐらいだからね、なんか縮んでる、カーブしてる、すごく。あ、でも、なんか
端っことかはちょっとこんな感じで動くぐらい柔らかくはなってるんですけれども、まあ、でもこっちの方が柔らかくなったかな、こっちに比べると。あ、まあ、でもこっちも端っこは結構動くぐらいになってはいるんですよ。ただ元々の柔らかさがスカルプチャージェルの方が柔らかいから柔らかくなったように感じてるのかなとも思います。うん、全然こっちの方が柔らかくはなってますね。柔らかくはなってるけど、どちらもオフができそうな柔らかさではないですね。こんな感じ。もうちっちゃい塊とかだったらさ、いけんじゃね？このちょっとこれをコットンで挟んで、これもコットンで挟んで、この状態でまた10分間放置していきたいと思います。はい、10分経ちました。開けていきます。こっちがオラックさんの方。なんか柔らかくなったっていうよりかは脆くなった感じの、感覚的にはなんか柔らかくなったっていうよりかはなんか簡単に割れるような脆い感じになったっていう方が正解かもしれない。難しい。次は、ネイル工房さんのスカルプチャージェル開けます。オープン。こんな感じ。